続いてのお便りです。バイオハザードゼロパート3。えー、幾度のやり直しより、えー、と、いただいているのがですね、10分12秒のコメント。昼は平気でアリはダメなのはなぜだ。うん、なるほど。えー、っとですね、一回見ていけるものってあるよね。 あのー、私のこのね、怖くない実況はね、ホラーゲーム苦手なヤガミンが、一回ロケハンをやって、体勢をつけて、あの、叫んでる攻略、あのー、ホラー実況って私があんまり好きじゃないから、だから叫ばないようにするために一回ロケハンで、一回先に叫んでるわけだよ。みんなの見えないところで叫んでから実況する。ね。だからいけるんだけど、一回見たらいけるものと一回見てもダメなものがある。うーん、そういうことだよね。あのー、アリとか、ジーとか、うん、何回見ても無理。うん、なんだろう、足が6本あるものは無理。足が、 何6本だか8本だか知らねえけどなんだろう足がもう4本以上あるのは基本的に無理うん足4本の立ちこままでが俺の許容範囲うんだからね昼はほら足、うん、な何本とかの概念がねえじゃんあいつはだからギリギリセーフみたいなうん伝わるうん虫が嫌い本編どうぞあけましておめでとうございます、えー、1月1日21時です えっと、正月ですね。三が日という言葉がありますが、えっ、ー、と、三が日、やることあるというわけでございましてですね。始まてた方初始まして、そうじゃない方いらっしゃいません。やがみはいてご送りします。怖くない場ハザーゼロ攻略実況とか、パート5でございます。というわけでございまして、前回は、あれですね、年末12月31日ラスト動画だったんですけど、探索会でしたね。いやはや。というわけでございまして、今回もですね、なんと今回、 探索会です。やっていきましょう。ということでございましてですね、前回は、えっ、ー、と、一度、あのー、二回と、 3階の通路をですね、一部開通した状況にしまして、えっ、ー、と、ビリーとレベッカが合流しているというような状況になっておりますので、そちらから先をですね、進めていければなというふうに思っておりますよ、いうわけでございまして。ええー、と、そうしましたらですね、まず、今の現状でございますが、こんな、まあ、インクリボンは却下ですね。今はだいたいこんな感じですね。まあ、フックショットがちょっと邪魔な感じがありますが、というか、フックショットを置きに行くんですけども。というわけでございまして、早速でございますが、レベッカさんについてきていただきまして、ええー、と、2階ロビーに戻っていきましょう。 で、まあ、二階ロビーがですね、今現実、あのー、実際のところ、なんか物置みたいになってますから、こちらにですね、えっ、ー、と、使う予定がないフックショットを一度置かせていただきまして、一度レベッカに切り替えて置くと。で、この状態で、えー、ビリーに戻してですね、えっ、ー、と、前回、あの、開通させました通路の先を見ていきたいと思っておりますので、3、うーんー、まあ、こんだけ当てれ大丈夫かな。というわけでございまして、そしたらですね、この、前回レベッカが開けてくれたドアの奥に行きましょう。 で、えっ、ー、と、いきなりなのでございますけども、えっ、ー、と、まずこちらですね、先に進みますと、プレイグフローラーがですね、2体現れる。あの、ここ入っちゃダメですよ、なんて前回言ったところがあるんですけども、まずはプレイグフローラー2体との戦闘になりますので、えっ、ー、と、着実にですね、えっ、ー、と、2体をやっつけまして、中にあるアイテムを入手していきたいと思います。レッツゴーやだなーはい、虫ー。はい、あ、お前まなんでだよ。ちょっと待って。後ろ。よいしょ。一発で行ったんじゃねえか その代わり、もう一体三体で、三発で倒したけどな。まあ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 、というわけでございまして、とりあえずですね、まあ、もう、目に見える、えし、えしら、え ?1、1、ああ、よ、よし。ね、えっ、ー、と、まずショットガンの弾を入手しまして、さらにですね、奥側になんか白くピカピカ光ってる、ね、白の像がありますので、これを入手しましょう。で、白の像を入手しましたら、もうアイテム欄はこちらいっぱいなので、一度レベッカにキャラクターを切り替えまして、えー、落ちているグレネードランチャーを入手。 ここ、ここ、アイテムの判定わかんねえな。でですね、この後ちょっとした戦闘が待っておりますので、えーっと、まあこれだったらいいかな、言うて。というわけでまたビリーに戻しまして、こちらの部屋からは退出してしまいましょう。 でですね、えっ、ー、と、この後なんですけども、えっ、ー、と、中ボス戦みたいのが、えっ、ー、と、発生します。で、その中ボス戦なんでございますが、えっ、ー、と、回復アイテム1個持ってないと、事故ると死ぬので、まあ、できれば救急スプレーないしは、グリーンレッドの調合してるハーブをですね、ビリーに一つ持たせといてあげるといいのかなというふうに思います。というわけでございましてですね、あのー、これ分かりづらいんでですね、一回ちょっと見に行きますか。ここのですね、はしごを降りると分かるんですけども、よいしょ。なんか落ちてるんですけど、檻が、 下がってんですよ。なんで、取れないんですね。なので、えー、こちら、はしごを登り、あ、ちょっとちょっとはしごを登りまして、こちらのですね、奥側に鎖の巻き取り機があるんです。で、この鎖の巻き取り機の、これを調べますと、鎖を巻き取る装置があり、ありますと。装置を動かしますか。イエスということで、こちらの鎖をですね、巻き取っていただいて、巻き取っていただいて、 で、するとですね、あの、力持ちのビリーのおかげで浮かべ、浮かび上がらせることができたんですが、このレバー押さえとかないと落ちちゃうらしいんですね。なので、この時点でビリーを動かせないので、レベッカにキャラクターを切り替えまして、レベッカにてこちらに降りていくと。で、レベッカにキャラを切り替えましたら、ここに鍵があるので入手するのですが、えー、こちらを入手するとですね、えーと、センチュリオンっていう中ボスキャラが現れます。で、えっ、ー、と、センチュリオンなんですけど、 うまくいくとショットガン弾8発ぐらいなんだけどね。俺ロケハン2回やって両方とも14発ぐらい使ってんだよね。なのでね、結構ここでね、あの、弾がなくなるかなと思うんですけども。で、えっ、ー、と、説明しとくとね、なんかでけえ大名ザサミみたいな。うーんとね、サソリとカニの間 ええと、モンハンで出てきそう。尻尾が切断できそう。みたいな感じの敵キャラが出てくるので、あのー、ね、怖いのがダメな人は今から皆さんが見てるのはモンハンであるというふうに誤認をしていただくといいのかなというふうに思います。というわけでございましてですね。じゃあ、モンスターハンター始めていきましょう。養成所の鍵を取りますかイエス。今日一狩り行こうぜ。というわけで、後ろの檻が取れたと思ったら、後ろからですね、あのね、テカしてカしてる虫。でもね、デカすぎてこの虫はね、逆に怖くなくなってくる。 といいうわけでございましてレベッカが捕まるんですねこれは完全に大ピンチ死ぬと思うけどねというわけでこの状態でなので、えー、と強制的にビリーに操作が切り替わった上での戦闘が開始されますとでこれなんですけど基本的には、えー、と頭部を狙って、えー、と頭部あ待って待ってすげえ食われてすげえ食われてる,れてるちょっと待って待って待ってあのそ,んなそ,んなそんなレベッカのことモリモリ食うのやめてあ、まあ、そうなるよね、まあ、ビリーって言うよね よいしょよいしょ。あお前顔どこだよ。ああ、よいしょ。近い近い近い。ああ、それ当たるんじゃねおーっと。あれか。攻撃受けてるだけだ。すげえ。レベッカごと撃つ。レベッカごと撃つ。あーっと。上に撃ちた。俺、この戦闘なんかいま、なんか、いまいち掴めねえんだよなというわけでもう一丁。あーっと。通路を間違えてるよと。よいしょ。おいで。

苦手だなぁ。よいしょ。回ってくるでしょよいしょ。オッケー。というわけで、これでですね、えっと、センチュリオンを撃破することに成功し、レベッカを救出。レベッカ、うん、大丈夫かええ、うん、ありがとう。ねえ、こんなね、 ちなみにですけど、レベッカー、私の計算では、背中からショットガンを8発あと、センチュリオンにすげえ食べられたと思うんですけど、グリーンっていうね。 あの、レベッカの脅威の生存力っていうところでございますけどで、えっ、ー、と、そうしましたらですね、えっ、ー、と、一度これで、えっ、ー、と、珍しいことにですね、だいたいこういうイベントなどって共同創作から単独になってるはずなんですけど、共同のままなので、えっ、ー、と、レベッカについてきていただきまして、まずは手に入れましたですね、白の像。あの、あちらをですね、ちょっと処理しに行きたいなというふうに思いますので、一度戻っていきたいと思います。よいしょ。 マイクがね、若干だけね、あの、左に寄って、右に寄っててね、画面が全部捉えられてなかったんだね、センチュリオン戦の時。<laughs> よいしょいしょ。でですね、えー、こちら側進んできまして。で、えー、ちょっといて。で、こちらでですね、えー、っと、持っている、あ、お前か。ビリーが持ってるのか。ビリーが持っております。どいて。白の像を置くのですが、ちょっと気になる展開が。 あのね、平行にならない。まあ、よく見たら、あれですよね。黒の像は羽が半分ねえし、白の像に至っては羽ねえし、あの、これで単純に考えたら確かにあの、なんだろう、うこれで釣り合ったらそれはそれで怖いよねっていう状況になるので、なるほどと。というわけでございまして、おそらくですけども、石像のパーツが足らないんですよね。なので、この石像のパーツをですね、取りに行くためにですね、散策を続けていきたいと思うんですけども、まだ HP が黄色のうちは、まあ、とりあえず頑張るかな。 でですね、とりあえずこちらの3番の、えっ、ー、と、3番のじゃねえよ。ほらね、マップサイトで見てるところの部屋の番号いゃった <laughs>。えーとですね、部屋に移動しまして。でですね、この中のゾンビが若干復活してるので、まあとりあえず倒しておこうって言おうとしたんだけど、レベッカ、ハンドガン装備して。レベッカにしちゃった。よいしょ。オッケーヘッド。で、もう一体いるんですけど、もう一体の位置がですね、あの、微妙に何でしょう、あの、構わなくていい位置なので、 えー、とりあえず無視してですね、こちらのドアの鍵を開けてしまうと、しまおうと思います。レベッカに切り替えたままじゃねよいしょと。で、ございまして、えー、こちらの部屋なんですけど、こちらの部屋は戦闘ないからレベッカのままでもいいかな。まあ、とりあえず空き瓶がありますね、と。というわけで空き瓶チェックしておきまして。でですね、えー、っと、ビリーが持ってるパーソナルアイテムがライターなんですが、実はライター調べるとですね、オイルが切れているようなこれだけでは役に立たない。 ということで、このままでは使えませんよっていう話だったんですね。なんですけども、こちらよく見るとですね、こちらにライターオイルが落ちておりますので、あのー、よいしょ。こちらのライターオイルを取りますか、イエスを押していただきまして、で、このライターオイルを取りましたら、えーと、こちらのですね、組み合わせでパーソナルアイテムのライターとかあったりと、これによってですね、えーと、ライターが、 調べると、オイルは十分に入っていると。いうわけで、これで火がつけられる状態に随分と光沢感がしっかりしてますよね。グラフィックがね、進化するってこんなに進化するんだねってちょっと思うところもありますけども。というわけで、これでライターが使えるようになりまして、おそらくですけど、どっかでライターの仕掛けがあるんだろうなとっていうことがわかりますので、で、これを取りに行ったら、ちょっと待ってね、この後は OK。よいしょ、こちらからはもう戻ってしまって OK で、この中には確かアイテムなかったので、でですね、そうしましたらもう一度行き換えロビーに戻っていきます。 ほいさ。あのね、ゼロはね、マップが広いわ、アイテム欄がないだからね、結構大変だよね。アイテムボックスのありがたみを知るよね。まあね、このね、アイテムボックスの話に関してはね、あの、バイオ4をやるときに、また別の意味でね、アイテム欄、アイテム、このアイテムパックっていうのの概念に関して触れていかなきゃいけなくなるんですけども。で、この後の部屋がと。 この像を置く天秤の奥側の部屋に移動しましてであのー、アイテム欄開いてる若干かなまあ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 、まあ、いけるか。 で、そうしましたらですね、ええー、と、パート4でしたっけパート3だか4の時に、一度あの、ビリーと、ええー、と、レベッカが、離れ離れになった部屋の机の上になんかよくわかんねえ、なんかカセットみたいななんか、あの、アイテムがあったと思うんですけども、あれを取りに行きたいと思いますので、あそこの部屋に戻っていきましょう。先に回収しといてもいいんだけどね、アイテム欄に空きがあれば。というわけでございまして、ここですね。 で、ここに落ちてるのがマイクロフィルム A というアイテムでございまして、マイクロフィルム A も調べておきましょうか。ね。投影機にセットすれば内容を見ることができるだろう。なるほど。投影機っていうのがあるんですね、と。でですね、これこの時点でちょっと透けてるんですよね。なんか、ね。 あの、四角のところに線があるような、写真のような、そんな気がしないでもないような。でも、A 言うてるってことは、なんかもう一個ぐらいあんのかなみたいなところがなんとなくわかるところになってるかと思います。というわけでございまして、そこまでですね、確認したところで、こちらからは出てしまってよくなくないえー、っと、待ってね、ここから、違う <laughs> さっきの部屋で合ってる。 あのね、ロケハンをやるじゃん。あのね、ロケハンを長くやりすぎるとね、記憶が飛んでくんだよね <laughs>。あのね、結構ね、長めにロケハンをこの前やっちゃって。で、そうしましたら、こちらのドアに、明かりの携帯ロウソクがあるというところがありまして、こちらにですね、ライターを使っていきましょう。することによって、まあね、当たり前ですけども、ロウソクに火が灯り、ね、綺麗な炎ですね、なんて言うてる間に、ね、鍵の外れた音がして、これで横のドアが開きますので、こちらからですね、奥の部屋に進んでいきましょう。 で、こん中にはね、ゾンビがいた気がするよ。よいしょ。いるわ。いるわ。いい感じにやってこう。タイプ M。ね。服のサイズか何かかな、言うて。あーっと、近い。なんでレベッカ下向きながらお前撃ってんのちょっとわかんない、それ。でですね、とりあえずこちらにですね、えーっと、 グレネード弾があるので、えグレネード弾を入手しまして、で、さらにですね、こちら、あ、びっくりした、生きてたのこちらの段差が登れるようになってましてで、段差を登るのですが、よいしょ。なんかね、不自然に一個、あのー、本棚があって、しかも下にはなんか、あのー、引きずられた跡みたいなのがよく見ると見えるんですけども、この本棚が押せるようになってます。よっこいしょと。で、これを、えー、押していただきますとですね、えー、中には、グッドの書が入っております。 で、アイテムが取れませんので <laughs>、よいしょ。引きまして、レベッカ2で取りましょう。で、えー、っと、このグッドの書なんでございますけど、なんだと弾を取ってしまったからか。うーん。ーと、どうしようかな、これ。どうしようかなー。一回回復するか グレーザーももっか取りに来るのめんどくせえな。でもオレンジなんだよな、オレンジなんだよな、畜生。うーん、とはいえ、ちょっとこれをもう一回取りに戻るのもめんどくさいので、めんどくさいので回復しときますかね。じゃあビリーを、調合ハーブで回復させまして、で、えー、レベッカにどいていただいて、この奥側にございます、グッドの書を取りましょう。よいしょ。 で、えっ、ー、と、グッドの章を取るんですが、えっ、ー、と、これもですね、あのー、ベロニカは、あ、ベロニカじゃない、ゼロは本当にあれですね、バイオワンとかを踏襲している感じがあるんですけども、この本ね、えーえー、重厚な作りの本だ、タイトルにグッドと書いてある、おもえー、厚さに比べて重量があるようだがということで、この本の中開きの状態で本を開いてみますかと、やることによって、中からですね、羽が出てくるんですね。これによって白の翼を取りましたと。 翼をかたどった白い石、二つで一対のようだということで、これでですね、白い翼を入手することができましたので、こちらを持った状態で部屋からは退出していきたいと思います。もうね、あの皆さんおそらくですけど、何に使うアイテムかはね、差しがついてる通りでございますけども、というわけでございまして。でで、で,でででででと、よいしょ。で、さらにですね、探索は進めていきたいと思いますが、こちらの部屋からはとりあえず退出して OK と。 で、えー、っと、確か、この後は、鍵を使うので、レベッカちゃんが持ってるので、レベッカに切り替えた状態で、奥の赤い部屋の扉を調べると。で、するとですね、鍵が開いて、養成所の鍵を使った、このもうか、もうこの鍵は必要ないよう出してますかってことなので、これは忘れちゃった方がいですね。で、いった状態で,ですね、奥側の部屋に住んでいきたいと思います。でですね、ここの仕掛けなんですが、アイテム欄がいっぱい、 倍かなちょっとすみませんね。うーん、どうしようかな。どうしようかな。こっちの部屋当面来ねえんだよな。アイテムの整理しに行くか、畜生。あれですよね。アイテム欄ね、ここで何を持って行けみたいなのを全部メモればいいじゃない。矢上みたいな話ですよね。何の文句も返せない。というわけでございまして。とりあえずですね、どうしようかな。ショットガンは、 いるとしても、グレネードランチャーまだ使わなくていけるかなグレネードランチャー一回帰こかなというわけで、えっ、ー、と、とりあえずレベッカに行って、ここにね、集中しておいてね、ロケハンの時にね、意図的なアイテムが取れなくなるという事件があったので、で、さらに、マイクロは、この後まだ、ちょっと待ってね、この後はまだ使わないから、一回、でもそこまでアイテムラ開けなくても3個あれ十分か。 じゃあ、ビリーに関してはですね、一回、こちら、えっ、ー、とですね、もうすでに像を置いている天秤なんですけども、これ調べるとアイテムを再り回収することができるので、ガッテムですね。ええー、と、一度、レベッカに切り替えて、で、一度この白い像を回収しまして、んで、この状態で、えー、っと、よいしょ、交換で翼をもらって、翼を組み合わせると。 これで、えーと、アイテム欄の中身をちょっとコンパクトにすることができましたので、間違えたよーんと、こちらの天秤に向かって白い像を置いてあげて、するとね、次は翼の兼ね合いでね、えーと、黒の方が低い状態になってしまいましたけども、まあこんな感じの攻防戦を繰り広げていきましょうというところでございまして。で、えーと、玉もいらねえな。よし。 これで随分アイテムなんかコンパクトになりましたね。二人でね、行動する分にはね、回復イテも一人かどっちか持っときゃいいっていう考えもあるからね。だとしたらあれだね、ビリーとレベッカそれぞれに回復相手に持たせるのは失敗でしたね。 あのー、動画等見ていただいても結構ですし、それこそこの動画じゃなくても、攻略サイトとか見ると、どこどこで分離するっていうのはある程度掴めると思うので、そこをですね、うまく、あのー、見ていきながら、あのー、どちらに相手を持たせるっていうのをですね、考えながら進めると、ちょっと効率的に進めるんじゃないかなというふうに思います。ね、あのー、ほら、あれじゃないあの、言い訳じゃないけど、喋りながらやってるとなんかね、3号ぐらい飛ぶんだよね。<laughs> というわけでございまして、なんかね、フィーンなんていう、なんかちょっとなんか気になる音がした部屋ですがございますね。で、こちらの部屋なんでございますけども、ここにテーブルがあるんですわ。こんな感じで。で、押せるんですね。で、このテーブルなんでございますけども、限界まで押さずに、限界までというか、この、ここのですね、あの、奥側にある台に引っかかるようなところで一度止めていただき、さらにこのテーブルを押していただくと。奥側に押して よいしょよいしょでですねこのテーブルなんですけどもこの上側にある装飾品が見えるところに置いといていただくといいのかなというふうに思いますでさらにですねえっ、ー、とまあ、ショットンの玉とファイルがあるのでそちらを回収しておきましょうファイルもよいしょ副所長の西9月2日いつもながら使い物になるやつが少ない本社の連中名幹部候補の選定基準をどこに設けているんだまあ今回はまともそうなやつが2人も頂きをしとするか ウィリアムにアルバート。この二人は期待が持てそうだ。アルバート。ね。ウィリアムはもうね、あのー、名前的に、あの、聞き、なんだろう、聞き馴染みがありますが、アルバート・ウエスカーですよね。つまりこれ、あれですよね、えっ、ー、とー、ウィリアムとね、えっ、ー、と、ウエスカーですから、先ほど映ってた二人なわけですよね。9月25日。学、旧肌のウィルに実践派のある。 この二人は実に対照的だ。しかも何かにつけてライバル意識をむき出しにする。共通点といえば目の奥に言い知れぬ非常さを秘めているところか。10月7日、所長から突然呼び出しを受けた。何事かと思えば、あの二人を徹底的に張り合わせろとのことだった。あのマーカス所長が研究以外、それも人間に対してそこまで興味を示すと。この養成所小説以来の大事件だ。まあ、 ご命令とあらば徹底的にやるさ。いがみ合うくらいにな。というわけでございましてね。あのー、アルバートと、えー、っと、ウ、アルバートとウエスカーって言いそうになりましたけど、ウィリアムとね、ウエスカーがで敵対するように仕向けろっていう所長の命令があってですね。しかしながらね、あの二人なんか一緒にいましたけどね。でですね、こちら電気をつけたんですけども、部屋の電気をつけますと、ハンドガンの弾は関係ないんですけど、あーっと待った。ビリーで取るべきじゃない。これは、レベッカで取るべき。 よいしょでですね、こちら、えっ、ー、と、電気をつけていただくと、実は装飾のですね、上側に何かピッカピッカ光ってるものがあることが確認が取れるんですね。で、何かがあるようだということで、これで、えー、鉄細工の針を入手することができます。 で、この鉄細工の入手を、えー、鉄細工の針を入手したんですが、この針を使うところなんかどっかにあったかなというところなんでございますけども、そんなところでですね、動画のお時間がちょうどいいところになってきたかなというところでございますので、この暗示であるこの部屋で今回はですね、動画を一度ストップとさせていただきまして、次回以降はさらに探索が続くかなというところでございます。もうちょっとね、探索会やるとね、パート6、 では届かないと思うんだけどねパート7始まるるぐらいいいいでででちょっとととと一気に物語がが動くのののビリーの過去とか、ね、そういうところが、えー、と見れていけると思まますのでまずはですね、こちらをですね、どん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 探索をして、えー、この養成所のあるアイテムをですね、集めて、まず取り急ぎやりたいことというのはね、あの、天秤のところの銅像ですよね。あの、銅像のもたさが全く同じになるように、おそらくまだ、黒の像の片浴が足らないかと思いますので、そういうアイテムを回収していきたいと思います。というわけでですね、今回は対策会になりましたが、えー、次回もですね、引き続き、 見ていきましょう！というわけで、今回はこの辺で終了とさせていただきます。また次回動画にてお会いしましょう。シーネクさん、メッセージをバイバイお疲れ様でした。